ックスの皆さんに来ていただいております。お願いします。ジャクソン5の皆さんの曲というのはもともとマックスの皆さんはお好きなんですか？よく聴いたりはします、うん、はい。特にですね、I'll be there とか。小一くんもハイハイって言ってますけど、やっぱり好きなんですか？マイケルくんはね。マイケルくん、お友達。声がいいよ。声が高くて。あ、声が高くていいんだ。つよしが言ってた。あ、そうなんだ。マックスの皆さんもマイケル・ジャクソンはお好きだ、はい、どんなところが好きなんですか？歌も好きだし、踊りもすごい好きですね、うん、あの不思議なのはさ、結構単純な振りやっててもなんか違うんだよね。うん、なんか雰囲気がなんか一つ一つの、かっこいいです、うんうん、マイケル・ジャクソンもう43歳ですからね。まあ僕も踊れる親父になります。踊れる親父ね、かっこいいと思うよ。でもそれはでもね、相当最近どんどん体が重くなっちゃって。やっぱりあるんだ。まあ冗談です。大丈夫大丈夫大丈夫、はいはいはい。光一くんとカトゥーンの皆さんがオリジナルのダンスパフォーマンスを繰り広げるスーパーステージ、今回は近未来のアフリカを舞台にした壮大なステージです。炎を使った演出にも注目してください。堂本光一 with カトゥーンでハイルラム。番組に届いているメールご紹介しましょう。兵庫県芦屋市の秋は梨ですよねさんからです。芦屋市、芦屋市、久保さんにお願いです。たまにお休みがあった光一くんと違って、久保さんはポップジャム解禁賞ですよね。すいません、なんか
なんか責めてるみたいですよね、これね。違うよ、忙しかったんですよね。仕事があったの、ね、そこでお休み前に久保さんが間近で見て感動した思い出のポップジャムのステージベスト3を紹介してくださいということなので選ばせていただきましたよ。Welcome to Pop Jam, we're Bon Jovi. まずはボンジョビーの皆さんが来てくださったんですよね。これは僕も感動しましたね、ちょっとね。やっぱりオーラがありましたよ、はい、かっこよかったですよね。ちょっと時差ボケだって自分でおっしゃってましたね。はい。Thanks very much. お送りしてきました。Thank you. You face me. Thank you. もう俺はもう握手したくてしょうがないの。もうみんな握手しちゃってくる。ごめんね。はい。友永やめろ。そしてこちらはネプチューンの皆さん。ありましたね、ありましたね。心がうずいてしょうがねえよ。去年の夏。これを見ちゃしょうがねえって感じですよね。そうそうそう、投げられた投げられた。そうなんですよ、ネプ投げ。これもね、結構本気でやってましたよね。いやいや、美味しいじゃん。だからやめろっつーの。やっぱりこれがないとね、もう私大好きなアンダルシアでございますよ。うちの事務所じゃちょっと伝統的なものになってるものなんで、これを翼と一緒にね、二人でね、やったんです。いやこれは本当にかっこよかったですよ。なぜあれを選ぶ？アンダルシアは、いや正直、うん、こう隣にこうねいると、ええ、たまにはこう親父になってみたりですとか、ええ、なってみたりね。ちょっと最近はちょっと可愛いキャラを小出し小出しにして、可愛いキャラもね小出しにしながらはあるけれども、うんうんうん、本当に21人っていう、こうね気がしてたんですよ、去年から今年にかけてね、ええええ、だけどあのアンダルシアは、うん、やっぱりこれぞ王子だ。まあね、おーっていう、そうそう、うん、誰が何と言うと僕は王子だから。王子、うんうんね、それをね、まずまざとこう見せつけてくれた、うん、いや、尊敬しますよ、あれは。そうそう、高見沢さんと一緒にね、うん、僕らは王子だ。永遠の王子でね、うん、なのですごく感動しました、ありがとうございます。でもこの前、及川ミッチーから君はもう王子じゃないって言われてしまいましたから。ミッチーからも、ちょっと警告が来たんですけど、ちょっと気をつけたいと思います。なるほど、ちょっと外れてきたと。そう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 、うん、王子で続けるようにね、しっかり軌道に乗って行ってってくださいね、うん、ちょっとやってみたいと。何なのこの足は。はい、さあ、というわけで2人のメールトークはこれが最後になってしまうわけですね、うん、はい、ねえ、なんか寂しいですね、本当に、ね、まあこれからもあのアーティストの皆さんへの質問メール、はい、番組の方に送っていただければなと思っております、うん、はい、さあそろそろお別れの時間でございますけども、さあ久保さん、はい、花束あらねえ、今夜はもう本当に今夜を最後にサンキューとなります。久保さんお疲れ様です、ね、というわけで予定はいつになりますか。予定はですね、はい、1月なんですよ。1月、うん、じゃあ1月1日に産めば僕と一緒になるわけですね。ねえ、どうしよう、一緒になったら。なんでどうしようの。困っちゃうね、いいじゃない、大変ね、はい、まあでもね、本当に元気な、うん、可愛い赤ちゃんを産んでください。ありがとうございます、はい、そしてまたね、はい、ぜひ帰ってきてくださいよ、うん、はい、ありがとうございます、ね、はい、お疲れ様です。